戦いおさん、次のターゲットをどうやすにした模様。WWW、元日本代表 DF の田中、マルクス戦え、大志が自身の YouTube チャンネルで、9月の代表活動を踏まえた、どうやすについて、森安ジャパンで活かせるポジションないです。レギュラーとしては出られない。過去の YouTube 動画で自身が、10番は3、カオル、ブライトン、だと言っていた。3が10番だと思いますよ、と主張。戦え、大マジでぶっちゃけるから好き W。どうやすは8月に抜死したから、調子落としてるだけ、と思いたい。3の実力は10番だと思うけど、キャラではないよな。サッカーに少し詳しいマニアと同じ意見なのくさ。戦い王はフラグ立ててるだけ。これは覚醒ルートや。冗談抜きで言うと、10番はだけ。22歳にしてあの、完成度とスペイン仕込みのメンタル。スパイクもアディダスだし。10番はそのうち、久保になると思うから、どうやすがつけたいなら、思い出作りにつけさせてあげなよ。10番つけた瞬間に、歴代の10番が、調子落としてるから、久保にはつけないでほしい。WWW。どうやすって結果出せないし、これといった武器もない。W 杯がピークだったと思う。どうやすはボランチに魔改造してくれ。戦え、おう、いつも、略張りしてるくせにこの意見だけは、満場一致なのくさ。一昔前の代表なら、レギュラーとして出れてたと思うけど、今のレベルじゃ電気は当たり前。伊藤、久保、どうやすを同時に使おうとすると、伊藤が右ウィングバック、久保がトップかっていう、火力フォーメーションに、しないといけないから無理だな。9番はマジなわれるから、結番でいい気がする。戦え、王は、どうやすのメンタルが強いって、知ってるからあえて言ってるんだよね。第1番に強いメンタルっていう、ケースがホンダの DNA だけは、持ってるから次の W 杯も期待。蒲田10番にしたら呪い、効かなそう W。どうやすと浅野は、第1番に強いから、スタメンじゃなくてもベンチに入ってほしい。戦え王は東京五輪の時、3は、相馬の控えって言ってたのおもろすぎた。久保と伊藤いる中でどの監督も、どうやすスタメンでは使わないだろ。10番は滝、もうすぐもなおの期間だ。